はいどうも皆さん、おはようございます、こんにちは、こんばんは、リュウです。さ、遊戯王マスターデュエル速報のお時間でございます。本日はですね、今後の更新予定についてというね、非常に大事なお知らせが、マスターデュエル運営から発表されましてですね、これについてちょっと見ていきたいんですが、4つほどね、新しい情報が来てるんですけども、まずね、1個目、まあ、全部やっていきますが、これ今回は一緒に皆さんと見ていきましょう。1個目、ランクの変動を伴わないデュエルモードを追加する。まあ、要するにフリー対戦、カジュアル対戦と、言われているモードがついにですね、実装されると。なるほど、いいじゃないですか。さすが、神上、対応が早い。まあ、これはね、日頃からエンジョイ層が、言っていたことなんで、まあ、割と、早く対応してくれたんじゃないかなと思うんですけども、まあ、これのね、フリー対戦についてはですね、ちょっとね、いくつか問題点がね、ありましてね、まずそもそも論ですね、ランクマ用のデッキ試運転するマンが現れるんじゃないかっていう問題。これね、言われてましてですね、多分ね、ある程度生まれると思いますね、これに関しては。ランクマ持ってく前にフリー対戦で一回試運転してから、まあ、そのランクマ持ってくっていうパターンの方が多いかもしれないんで、なので、そういう使い道を想定して多分このモード追加されるわけじゃないと思うんですけど、そういう人は生まれると思います。だから多分これちょっと問題点と、あと、勝ち負け関係ないっていうのがあるんで、ランクの変動伴わないっていうのがあるんでね。なので、多分ね、サレンダー地獄になるんじゃねえかって言われてます。ひたすらそのサレンダーに、特にその負けてもなんか何もペナルティーがないから、ランク落ちるとかないから、だからなんかすごいね、サレンダー地獄になると言われてる。まあ、これが問題点ですね。で、あと、デュエルリンクスっていうゲームのフリー対戦モードは一応あったんですよ。デュエルリンクスってゲームではね。DCG の遊戯王の先駆けみたいなところあると思うんですけど、そのデュエルリンクスのフリー対戦は、ボットが蔓延してるんですよね。結局そのデュエルしたらキャラクターが育成できて報酬が、ゲットできるみたいなところあるんで、あのゲームは。だから、なんか、ボットだらけになっちゃってて、今どうか知らんけど、そのなんかめちゃくちゃなんかそのボットとマッチングするなんかクソゲーになったんですよ。だからちょっとそれ大丈夫かなっていう、そのデュエルするだけでなんか例えばミッションが進むとか、マスター出るなよのね、ミッションが進むとか、そういうことがあれば、またボット生まれる可能性あるんで、ほんと何もゲットできない、ミッションも達成できないみたいな、ただただデュエルを楽しむ対戦機能みたいな感じで追加してくれるんだったらいいと思うんでね。はい、ちょっとその辺は懸念点ですが、ちょっと今後の動向を見守っていきましょうといったところですね。で、2つ目、デュエル中の演出表示を初回のみにする設定。これはですね、いちいちデストロイ・フェニックスがのガッツポーズ見るのめっちゃめんどくさいみたいな感じじゃないですか。なんか毎回、墓地から蘇ってくるデストロイ・フェニックスがのガッツポーズをね、毎回全デュエルスが見なきゃいけないっていうのが、ちょっとなんかめんどくさいっていうのがあったと思うんで、あの辺の対策を。してくれたと。純粋にデュエルをね、楽しみたい方は、これをオンにしてもらって、完全にね、その、デュエル演出を、カットして、デュエルに集中するっていうことができると思うんでいいと思います。はい。で、三つ目。デイリーミッションで追加、出現するミッションの内容を一部調整。これは、もしかしたら、その、サレンダー基本的にされるから、なんか戦闘ダメージを与えるみたいなミッション、全く、達成できなくて、なんかそういうミッションは、なくすとか、そういうのあるかもしれないね。もしかしたら。ちょっとわかんないけど、内容は。なんか、一生サレンダーされんじゃん、ランクマって。だから絶対戦闘ダメージ系ミッション進まないんだよね。なので、この辺は、そういう、意図があるかもしれません。はい。で、8月の9日から8月の22日っていうこの4つ目のこの新イベント。デュエリストカップの発表。いわゆるですね、デュエルリンクスでいうとこの KC カップみたいな感じの公式大会。じゃないかなと思うんですよね。勝つとそのポイントが増えていって、で、勝率が同じぐらいのやつ同士でマッチングするっていう、要するにつわもの、チャンピオンを目指せと。多分マスターデュエル版 KC カップだと思うんですよ。これが実装されると。マスターデュエルに関しては、公式大会が多分これが初だと思うので、記念すべき第1回 KC カップになるんじゃないかなと、いうふうに思っています。楽しみですね。僕なんかはもう全くその頂点目指せるレベルじゃないですけれども、やっぱりその、プロデュエリスト、最強デュエリストたち、OCG でも強い人いっぱいいますから、そういう人たちがマスターデュエルも結構やってますし、そういう方々の、なんかその競い合いみたいな、なんか見れるんじゃないかなと思って、結構楽しみにしています。はい。ということで、4つの、新情報でしたが、神ゲーになりますね。はい。一応。
まあ、ちょっとフリー対戦だけちょっと心配なところが いくつかあるかなっていう感じがしますけど、はい。で、まあ、ちょっと追加でですね、2つ更新お願いしたいなっていう点がありましてですね、好み先生、デッキワークの追加を、デッキワークの追加を、お願いいたします。そろそろ、もういよいよですね、デッキワークが追加されなくて人が死ぬって言われてるんですよ。はい。なので、ぜひね、デッキワークの追加、またはですね、デッキワークの追加じゃなくてもいいんですけども、ニューロン連携の強化。デッキをニューロンに直接アップロードできるようにしてほしい。どっちかでいいから、ちょっと頼む。マジで。ね、デッキワーク20個は本当に意味がわかんないから。足りなすぎるんだよ。ちょっと頼んだ。マジで。デッキワーク追加しちゃうと人が死ぬって言われてるから、頼んだ。うん。では、また次の動画でお会いしましょう。じゃあね。